さて、今ここまでの計算結果、t mu a というのが、ガウス分布に従うよ、中心極限定理のおかげでってわけですね。で、その時の共分散が、ロー引く 2m プラス、ラージ Q だったり、スモール Q だったり、数字によっては変わるよと言っています。で、まあ、そういう、まあ、ある意味、多変数ガウス分布に従っているわけですけれども、私たちはそれを置き換える手段を知っています。まあ、要するに、平均が0で分散がこの指定されたものになれば何だっていいんですよね。じゃあこういう風に書き換えておこう。ロー引く 2m プラススモール q の z 出たよ。プラスルートラージ q 引くスモール q の xa で、ここでね、パーセプト論の時にも出てきましたけど、z は、xa はどちらも平均0で分散1の独立なガウス分布に従う確率変数ですよっていうふうにしました。で、こういうふうに置くのは必然でございます。なんとこれちゃんと計算をすると、この平均と共分散の構造をちゃんと再現してくれるから文句がないってわけです。なので私たちは tμa に関する平均を取るとか計算をする場合には z、xa というものを代わりに使って計算を進めれば、はい、よろしという状況になりました。であれば、そんな難しくないんじゃないか。はい、今の状況を書いてみますと、分配関数 z の n 乗を私計算しようと思ったんですよと。で、そしたら秩序パラメータを示す行列っていうのが見つかって、で、しかも a イコール0から n までレプリカ n プラス1系になっていて、dxa について paxa という確率分布に従って、まあとにかくは取ってくれ、積分してくれと、これがやりたいことです。だけどオーダーパラメーターを使うと、まあうまく簡単に表現ができるということが分かりました。どんなことが分かったかっていうと、まず、出力された yμっていうのが m 個いらっしゃるんですけれども、そいつらについて平均を取っちゃいました。で、そしたら結果がですね、レプリカ0なんだけど、ちょっとここは計算をした後ですね、デルタ関数がいらっしゃって、もう yμ は aμx0 っていうものになりました。そして、マイナス aμxa との差を取るといいよと。デルタ関数、もともと y-ax だったんですけれども、y が今積分されて消えて、aμ と x0。の時だけポコンと出てきますので、その差というものが出てきました。で、その差というものはねえってわけですよ。tμa って一言で書けると。で、その tμa について平均を取るということで代替して良いということが分かっているので、中心極限定理ね。それのおかげでできるって分かっているので、こうしましょう。で、その時に、レプリカ数 A とか B とかありますが、私たち秩序パラメーターとして QAB というのを定義いつも通りしたんです。どんな風にって言ったら、XA のベクトル、XB のベクトルっていうのがあったら、それらの相関内積を取って、それらを N 分の1したときに QAB というものにしますと。だからその条件に見合っていないやつは計算外なんだけど、その条件に見合っているやつだけ使います。で、あらゆる QAB についてまんべんなく積分するから矛盾のない結果になってます。こういうところになりました。はい。そうすると見えてきましたね。ここ。ここ。同じじゃん。入ってた。エントロピーが来ました。ただレプリカ数が n プラス1系になっているからちょっと、まあ、変更はありますけれども、数式の構造としては今までと全く一緒ですよね。だからエントロピーの計算方法も今までと同じようにできるはずだというわけですね。で、そして残ったここ、相方はもう取りも直さずエネルギーですよ。出ましたね。
ということで、まあ、形式的にいつもの書き方やりますけれども、インテグラル DQ しましょうと。ね、積分私得意じゃないんですけれどもね、というわけですけど、実は最初の第1項とかは、マイナスベータエネルギーの Q っていう風に読み替えてよろしいと。で、プラス S オブ Q でエントロピーに準じた項もあるから、こういう風に書いてよろしいと。で、どちらも資料性を満たすものです。どちらも資料性を満たすように、まあ、ある意味問題を見てるんですけれども、こういう状況であれば、ほら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  N がいらっしゃって、はい、こいつでっかいよーってわけです。アボガドロ数項ってわけです。物質ならね。じゃあ、情報科学の問題で N って何なんですかっていうと、今だったら X の次元ですけれども、その次元がめちゃくちゃ大きいのかっていうと、まあ、実際画像処理とかはめちゃくちゃ大きいです。で、なので、アボガドロ数個まではいかなくっても、1万、100万とか、そういう意味ではでかい数字ですので、この暗転法を適用して解析を進めるのはよろしかろうというわけですね。で、実際計算した暁には、エクスポーネンシャルの N、そしてマイナスベータ EQ、プラス S オブ Q、というもの、Q は最大化、極大化されたものが出てきますので、その結果を入れるんですけれども、ってわけです。で、ここでね、やっぱり気になるのが、N って言ってますけれども、エネルギーにとってはよってわけですよ。エネルギーにとってはよってわけです。エネルギーはこれですよ。M 乗するので、N のパラメーターっていうのは、N の大きさっていうのは、まあ、X の未知数の次元ですよね。で、それに対して、M がエネルギーにかかるべきなんですよ。で、こいつは何なのっていうと、Y の次元です。だけど、あえて N に、抜き出してあげますから、つまり M っていうのが N と同じ程度の大きさじゃないと、まあ意味のある結果が出てこないんだなっていうことがやはり再び出てきます。M と N が同じ程度。なので意味がある結果を出すというときには M と N の割り算したアルファっていうのがオーダー1の数値を持っているところ。そこが非常に興味のあるところということになるわけですね。はい、というわけで、あとはエネルギー項とエントロピー項を計算すればいいんじゃねえのっていう状況になりました。ここの計算ね、いつも通りじゃないですか。だったら意外に簡単にできるんじゃないのと、ね、ウハウハと思いますよね。実際そうです。パンセプトロンよりずっと簡単なんじゃないかなって思ったりします。じゃあ例えばエネルギー項、ね、実際に計算してってみましょう。まずはエネルギー項の計算をしたいと思います。星マーク、エネルギー項です。エネルギー項っていうのはデルタ関数によって構成されています。E のマイナスベータ E ね。これも形式的に書いてるだけですからね。何の意味もないんだけれども、該当するところは、μ イコール1の M 個のデータ。まあ、出力結果があって、その出力結果を参考にして推定しなさいっていうのが圧縮センシングの問題設定です。で、それに対して、私たちは A イコール 1N。で、中身は tμA ですよと言ってるんですね。で、その t について、平均しなさいと言ってるわけですけれども、もう僕らここでもう知ってるんです。置き換えしていいことを知ってるんですというわけですね。同じ計算ができるものに変えていいよと。いうことを知ってます。まず、μ についてはほったらかしにしておいて、この t についての平均を取るところですね。それをこういうふうにします。まず、tμ って書き換えが可能でして、ρ-2m プラススモール q の z プラスラージ q- スモール q の xa って書けるんですよね。じゃあ、インテグラル dz っていうのをやって、で、レプリカ数に関する積が入ってますから、n 個の積を取って、xa についての平均を取って、デルタ関数がいらっしゃいますから、それを忍ばせて、tμ の正体、まあ置き換えしましたので、それを具体的に書きますよ、と
こういう書き方になります。はい。なので、デルタ関数の積分をしてくださいって言うんですよ。それはわけないですよね。デルタ関数の中身が0になるところで積分を残してくださいと言ってますので、ここの計算、レプリカ数分の計算はまっすぐできますね。これが1番目。で、Z に関する平均を取るっていうのも、まあ簡単ですね。あ、ちなみにこれあれですね。レプリカ数 A について同じ式の格好をしてますから、結局これは N 乗を計算すればいいだけですね。なので、N が非常に小さいよっていうことを扱う計算を進めましょう。で、そしてその後に、Z で積分して、μ で積を取るというものもありますので、それらの3つの計算に分けて進めます。1の計算をしましょう。計算って言うのかって感じですけれども、デルタ関数を積分しなさいって言うんですけれども、これは結果簡単ですね。ルート2パイ分の1のエクスポーネンシャルのマイナス x がその値になるときでございますので、2q-q 分の、ρ-2m プラス q のz2 乗と。マイナス2分の 1x2 乗というガウス分布の重みの x のところに、このデルタ関数が0になるときの x を入れました。ね、つまりこれは x イコールルートρ-2m プラス q の z をルート q-q で割ったときに0になる。その事実を使いました。で、そうすると、1番のガウス積分というのは、まあ、計算っていうほどでもなかったわけですね。で、2番目、レプリカ数で N 乗しなさい、この計算結果をと言われまして、それもわけないですね、と。まあ、ルート 2π 分の1がありつつ、エクスポーネンシャルの、2q-q の N でぐちゃぐちゃって書いて、z 2乗。いう状況ですね。で、N がちっちゃいよっていうことですので、これを計算しますと、エクスポーネンシャルのマイナス2分の N ってもありますので、これをそのまま展開します。2q-q n、ρ-2m プラス q の z 2乗ですね。もうこれ出来上がりですね。あ、1引くですね。まあ一応気になるようでしたら、マイナス2分の N ログの 2π っていうのも残しといてもいいかなと思います。まあこれ結果に影響しない、ものでございますので、というか、あ、いいのか、そうですね。結果に影響しませんので、まあそんな不安はないんですけれども、とりあえずこんな感じと。で、次に、Z に関する、一応積分が入るんですけれども、そうすると、これも書くまでもないですかね。ここに Z がいらっしゃいます。インテグラル dz で1になります。だから、ここは書かなくて、今後書かなくても大丈夫です。というわけですね。はい、じゃあ次、3番目とです。3番目の計算をしてみましょう。で、これの計算をしますと、まあ、これ結局は全部で M 乗しなさいよと言っていますので、1-2N の q-q の ρ-2M プラス q とか、まあ、マイナス2分の N ログ2π とかいらっしゃって、それを M 乗しなさいという状況です。で、これはいつものあれですね。エクスポーネンシャルの M ログ1-2N のぐちゃぐちゃぐちゃ。まあ、いろいろついてますので、めんどくさいからこう書きましょう。で、N がちっちゃいよということを利用すると、エクスポーネンシャルのログの1-何ぼっていうやつですけれども、この小さい数字がむき出しに出てくるってやつですね。2分の NM、ぐしゃ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 。q-q と ρ-2m プラス q とマイナスログの 2π っていう定数が出てきます。
まあ、定数は正直暗転法を使うときには消えますので影響しませんので、もうここで、お役御免ということで消しておきましょうね。はい、というわけでエネルギー項の評価できちゃいました。どうなってるかっていうと、 E の -nβEQ っていうのはこれだよんって言ってるわけですね。ということで計算ができちゃいました。うん、具体的にはマイナスベータエネルギーの Q っていう風に書くと N 分の1してエクスポを取ってあげましょうというわけですね。2分の N アルファ Q 引くスモール Q ロー引く 2M プラス Q という、非常に綺麗な結果が出ましたね。これがエネルギーの結果でございます。なのでこの後はエントロピーの計算すればいいんですけれども、まあ本当に中心極限定理のおかげ、まあそれが非常に強くてですね、いろんな問題に対しても同じ計算ができる、そしてレプリカ対称性の仮定をすることによって、まあ、ガウス積分を何度かするという状況になります。でこの問題の構造がですね全然変わってないのは、まあ、中心極限定理のおかげなんですけど、例えばさ、ここの部分デルタ関数だったでしょ、それがパーセプトロンの場合にはインディケーター関数だったでしょ。で、ここの関数が別の関数になってもこのロジックは変わらないですよね。ということは非常に広い問題でこの計算手法が使えるということに他なりません。なのでこの方法をマスターするとやっぱり広い世界が待ってるんだなという意味でワクワクしてくるかと思います。じゃあ次はエントロピー項の計算しましょう。